エリーゼはこんなとこに閉じ込められてたのか。どのくらいここにいたの？よくわかんないです。長いような短いような。僕たちが来なかったらエリーゼはどうなってたんだろう。おっきいおじさんは少しずつ村の人たちと仲良くなってここで暮らせるようになるといいって言ってました。あのおっさんなりに考えてたんだろうが、子供一人に知らない土地で暮らせって言ってもきついよな。ここは樽がたくさんあるな。飲んじゃダメだよ。目が回る変な住所が入ってるから。これはパレンジワインだな。発酵酒っていう光る酒でな、発酵が進むほど味も輝きもまろやかになるんだ。10年以上寝かせたものは月明かりのように輝くムーンライトと呼ばれる超高級品だ。詳しいんだね。まあね。うん、確かにまろやかな喉越し、なかなかいける。ほら、勝手に飲むなよ。案ずるな。このテイロレ、私がどうにかなるものか。どうにかなってます。だから目が回るって言ったのに。完全に足に来てるね。ああ、意外な弱点があったな。